一辺が10センチで手のひらサイズの木の箱のようなもの実はこちら京都大学と住友林業が開発した世界初の木造人工衛星リグノサットです今までるどの国の宇宙開発も計画していなかったことでこの宇宙で木を使うということが人類が宇宙に 持続可能でですね、永遠に発展していける一つの方法であると従来のアルミニウム製の人工衛星は役割を終え大気圏に再突入するときにアルミナ粒子という微粒子を放出しますこの粒子は大気汚染につながる可能性がありますが木造の人工衛星は燃え尽きるためこの粒子が発生せず 環境への影響を最小限に抑えることができます。木造人工衛星は明日宇宙に打ち上げられます。